皆さん、こんにちは。プロゴルファーの尾崎奉さんと再婚後、わずか7ヶ月で帰らぬ人となってしまった女優の坂口涼子さん。ちなみに亡くなったのは、2013年3月27日のことでした。一般人の長男と元タレントの坂口安里さんは、最初の夫との間に授かった子供たちです。今回は、坂口涼子さんのお子さんたちや私生活について調べてみました。何かとお騒がせな坂口安里さんについては、母である坂口涼子さんの子育てにも注目が集まっているようです。まずは、坂口涼子さんのプロフィールを見ていきましょう。坂口涼子さんは、本名を尾崎涼子といい、1955年10月23日生まれ、北海道余市市の出身です。前略おふくろ様、池中玄太80キロなどで絶大な人気を博し、お嫁さんにしたい女優と呼ばれていた坂口涼子さん。そんな坂口涼子さんをお嫁さんにしたのは芸能人ではなく、20歳近く年上の一般男性でした。坂口涼子さんが実業家の田山恒彦さんと結婚したのは1986年のことです。この結婚で一男一女を授かりますが、夫とは8年で離婚に至ります。離婚原因は金銭問題だったそうです。坂口涼子さんは田山恒彦さんに多額の負債を無断で保証させられ、結婚前からの資産も全てなくなっていたといいます。その額はなんと40億円以上とものすごい額です。その後、子供たちは坂口涼子さんに引き取られて育てられます。長男の直彦さんは坂口安里さんより2歳年上ということが分かっているので、おそらく1989年生まれでしょう。芸能活動は一切しておらず、一般人なのですが、坂口涼子さんと尾崎奉さんの結婚披露宴を放送したテレビ番組に登場したことから広く知られるようになりました。この直彦さんについてネット上に流れている噂が、慶応義塾大学医学部出身で慶応義塾大学病院に勤務する医師という話です。果たしてこの噂は本当なのでしょうか。その前に、直彦さんの名前について少し話を説明しておきます。フルネームは坂口直彦として知られていますが、これは坂口涼子さんの追悼番組で坂口直彦と紹介されたからです。しかし、妹の坂口安里さんが逮捕された際に本名が野沢瑞恵と判明したことから、直彦さんも本名は野沢直彦である可能性が高まりました。坂口涼子さんの亡くなった時の本姓は尾崎、旧姓は野沢で、坂口は芸名です。子供たちはかつてはジップの田山を名乗っていたと思われますが、離婚後は野沢姓になっているものと考えられます。その後、母は再婚しますが、子供たちの名字は変わらなかったということです。番組で坂口直彦と紹介されたのは、一般人である直彦さんのプライバシーに配慮して便宜上坂口を使用しただけと考えるのが自然でしょう。さて、直彦さんが医師という噂についてはネット上にあるのは推測や伝聞情報のみでした。慶応義塾大学医学部卒業に関しても根拠となる情報はありません。慶応大学病院のホームページで医師名を検索しても、2023年現在、野沢直彦、坂口直彦での該当者はありませんでした。現時点では噂の息を出ない情報と言わざるを得ないようです。では、これらの噂の出どころはどこなのでしょうか。坂口安里さんは母の死の直前まで病名を知らされず、尾崎奉さんを恨んだという話が報じられました。一方の直彦さんは病名を知っていたと言われています。このことから、なぜ息子には伝えられたのかという疑問が生まれ、その理由として医師で隠し通せなかったからという憶測が広がったようです。また、安里さんが過去におバカタレントとして活動していたことも関係があるかもしれません。その兄がエリート医師ならギャップがあって面白いということで、心ないユーザーがネット上に流したデマ情報の可能性もあるでしょう。一時は2世タレントとして注目を集めながらも、 AV デビュー、デリヘル嬢、2度の逮捕と絵に描いたような転落劇となってしまった坂口安里さん。坂口涼子さんは晩年、娘の芸能活動をサポートするために体調不良を押して母子共演をよくしていました。最後のテレビ出演も安里さんと出演した
雨上がり職学部でした。兄の直彦さんによると、アンリさんは華やかな世界が好きで、芸能界は絶対に辞めないと堅くなだったそうですが、2017年9月にタレント引退を発表しました。2019年8月には元交際相手のマンションに侵入したとして再び逮捕されています。その時は自分は完全に終わったと思ったということを後にアンリさんは語っています。その後人気 YouTuber の柴田さんと電撃結婚し、自身も YouTuber 活動をスタートさせました。しかし結婚はやらせだということが後に判明します。そしてキャバクラ勤務は2023年現在も続けているようです。コロナ禍の中で厳しい状況にさらされているのは飲食業も例外ではありません。一度は地獄を見た彼女には、なんとか地に足をつけて頑張ってもらいたいところです。ところで、エッセイ、それでも、生きてくの中で、母、坂口涼子さんの死去による喪失感を未だに克服できないと明かしている坂口安里さん。トラブルやゴシップで世間を騒がせるようになったのは母を失ってからでした。精神の均衡がどこかで崩れてしまったのでしょうか。坂口涼子さんは田山恒彦さんとの離婚後、夫の連帯保証人になっていたために莫大な借金を背負うことになりました。子供たちを育てながら無我夢中で働き、わずか10年で完済しますが、そのために自らの手で育児ができず、それが後悔の種だったと元マネージャーが語っています。後年アンリさんのために畑違いのバラエティ番組に出演したのは、おそらく罪滅ぼしの気持ちもあったのでしょう。少なくとも芸能界においては娘が歩む道を整え、お膳立てをしてあげたことは間違いないと思われます。しかし一方でその子育てに冷ややかな目を向ける人もいます。自宅に遊びに来たアンリさんの友達が驚いたというエピソードがあります。帰宅した坂口涼子さんがアンリさんに1万円札を10枚ほど渡し、これで何かを頼んで食べてねと言ったのだそうです。子育てをしてあげられなかった我が子を不憫に思い、甘やかしてしまうのも親心としてはわかりますが、親はどこまで子供の後ろ盾になってあげるべきなのかと考えさせられるエピソードです。後ろ盾がなくなった途端に人生が暗転するような子供にならないためには、物分かりの良い親になるよりも時には突き放し、タフに生き抜く心を鍛えてあげるのも親の仕事ではないでしょうか。坂口涼子さんの子供たちにもう一つ浮上しているのが障害があるのではないかという疑惑です。まず直彦さんについてですが、母の結婚披露宴の席でのスピーチの仕方が不自然という感想があったと言われています。披露宴の様子はバラエティ番組で放送されたのですが、田村正和さんが演じた古畑任三郎のような喋り方だったそうです。もちろん障害があるという確たる根拠はなく、単なる疑いに過ぎません。このような舞台で緊張することはよくありますし、一般人の直彦さんにしてみれば、著名人の出席者が注目する中、テレビ放送もされている状況でのスピーチです。あるいはもしかしたら田村正和さんのファンで少し格好をつけてしまったのかもしれません。アンリさんについては、おバカタレントとしてブレイクした頃、簡単なクイズに答えられない、計算ができない、加えて天然のレベルがすごすぎるということで知的障害なのではないかという疑惑が持ち上がりました。けれども引退後のインタビューで、視聴者が求める坂口安里像を演じていたことを明かしています。天然エピソードには多少のネタも含まれていたのでしょう。安里さんに関してはむしろ情緒の不安定さを心配する声も多く、病院を受診してきちんとケアを受けるべきという意見も散見されました。家族のサポートでなんとか立ち直ってほしいところです。さて、前回の離婚から疲弊する日々の中、坂口涼子さんは1997年10月、プロゴルファーの尾崎建夫さんと知り合いました。すぐに、お互い惹かれ合った二人ですが、坂口涼子さんは、当時、離婚してまだ間もないことや、そもそも忙しすぎて、子供との時間さえも作れないことを悩んでおり、尾崎建夫さんと交際することを躊躇していたそうです。しかし、そのことを知った上で、全てを受け止めようとしてくれた尾崎建夫さんの優しさに心を打たれ、1998年には交際を開始しました。
そして翌1999年には交際が明らかとなると、尾崎奉さんはその事実を認め、来年ぐらいには結婚する方向で考えたいと真剣交際であることを語られるのですが、その後あるちょっとした出来事が起こります。交際開始当時7歳だった坂口涼子さんの娘の杏里さんが、家に遊びに来た尾崎奉さんに対し、嫌いだと言ってゴミ箱を投げつけるなど、尾崎奉さんを激しく否定したのだそうです。幼すぎてまだお母さんの恋心が理解できなかった上、寂しがり屋の杏里さんはお母さんを取られてしまうという嫉妬心から、尾崎奉さんに対してそのような態度を取ったようです。しかし坂口涼子さんはというと、母親としての役割を果たせず、仕事や恋愛を優先してしまった自分に負い目があり、娘の態度を厳しく注意することができずに、結果長い事実婚の状態が続いたのでした。それでも尾崎奉さんは辛抱強く杏里さんとコミュニケーションを取り続けたそうで、その結果杏里さんも次第に尾崎奉さんに心を開き、同時に杏里さん自身もだんだん大人になったことで、母親の幸せを考えられるようになりました。そしてついに2012年8月、坂口涼子さんは尾崎奉さんと結婚される運びとなりました。いかがだったでしょうか。今回は坂口涼子さんのお子さんや私生活について見てきました。信じていた夫には騙されて多額の借金を背負わされ、やっとの思いで借金を完済し尾崎奉さんと出会いました。しかし、今度は娘に反対され、10年越しでようやく娘にも祝福され、尾崎奉さんと結婚された時には、すでに癌に侵されていました。あまりに不幸が続きすぎているように感じます。そして、何より虚しさを禁じ得ないのが、娘の杏里さんの低たらくでしょう。坂口涼子さんの今までの頑張りは一体何だったのかと嘆きたくなる心地がします。晩年も明るく爽やかな個性でお茶の間を元気づけてくれた坂口涼子さん。今頃、愛娘杏里さんのことを天国からどのような思いで見守っているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。